部下を足蹴りしたり威圧したりとパワーハラスメントをしたとして陸上自衛隊メタバル駐屯地の51歳の男性隊員が停職3日の懲戒処分を受けました男性隊員はパワハラを否定しています懲戒処分を受けたのはメタバル駐屯地九州補給所に勤務する51歳の男性防衛技官です 駐屯地によりますと、この男性は2008年頃部下の隊員を指導する際に足蹴りするなどして怪我をさせたほか、一昨年から去年には複数の部下を威圧的な言動で指導し精神的な苦痛を与えたということです。今回の行為は自衛隊で大きな不祥事が起きたときなどに防衛省が行う特別防衛観察で発覚しましたが、調査に対して男性は。 パワハラ行為を否定しているということです九州補給所長の竹内幸太郎陸将補は規律違反行為が発生したことは誠に遺憾さらに教育指導を徹底して規律の維持と再発防止に努めていくとコメントしています